マルクス・フリウス・カミルスは、共和制ローマの軍人、政治家、独裁官に5回推薦された、ロムルスに次ぐローマ第二の創建者と謳われる。プルタルコスによると、フリウス氏族は、あまり有力な氏族ではなかったが、カミルスは、紀元前431年の独裁官、アウルス・ポストミウス・トベルトゥスの下で武勲を立て、ケンソルに任じられた。ケンソルとしては、 独身男とカフトの結婚を推し進め、両親を亡くした人に課税するなどしたという。紀元前396年、カミルスはローマ軍を率いて、ローマからほど近いウェイというエトルリア人の町を攻略した。ローマ市民たちは、ローマよりも都市設備の整ったウェイに首都を移そうと言ったが、カミルスはローマを捨てることは、ローマの神々を捨てることであり。 ローマを離れれば我々はローマ市民ではなくなると言って真っ向からこれに反対した。そこで市民たちはカミルスにあらぬ罪状をかけて追放しようとした。これを知ったカミルスは友人たちに相談したが、友人たちは君に課せられる罰金を集める手伝いはできそうだが、追放に反対する票を集めることはできそうにないと言った。カミルスは指揮官としては、 非常に有能であったが、強引で物事をはっきり言う男であった。ウェイ攻略戦の際には、ローマの有権者たちからなる軍団に、ローマ軍発といわれる投影を敷いており、ウェイ攻略戦による、外戦式は派手に行いすぎ、別の戦役では兵士たちが略奪を従っている時に、無欠解除をさせてしまうなど、市民からの人気が非常に低かったのである。当時、 自らローマを去った人間に対しては、その罪を問わないとする風習があったので、カミルスはローマを去った。フランチェスコ・デロッシがカミルスの外戦式しかし、紀元前387年、カミルスがローマを去って、すぐにローマはブレングスに率いられたケルト人の襲来を受けて、滅亡寸前に追い込まれる。ローマ市民たちはこれを神の怒りであると考え、 カミルスの言った通りになったことを後悔した。カミルスは、ケルト襲来を受けて、チリチリになったローマ市民を取りまとめ、ローマに向かって進軍する。その頃ローマの一角に立てこもった市民たちは、ケルト人の王に、身代金と引き換えに兵を撤退させるように交渉をしていた。ケルト人は計りに細工して、より儲けようと図ったが、それに気がついたローマ人がそれを指摘すると、 歯医者に災いやれ、と答えた。そこに駆けつけたカミルスは、ローマは金ではなく、剣でお返しすると告げて戦闘が開始され、ケルト人を散々に打ち破った。この時のカミルスの言葉は、その後ローマの国防の指針となり、以後ドミティアヌス帝の時代に至るまでの約400年間、ローマが身代金と引き換えに、捕虜の解放を要求した例はない。 その後カミルスは独裁官に任命されて、ローマ復興を任された。ローマがケルト人の襲来を受けて荒廃すると、ローマを中心とするラティウム同盟の結束にもひびが入り、各地でローマに反旗を翻す、部族、都市国家が続出したが、カミルスは20年かけて、周囲の反乱をすべて鎮定し、4度もの凱旋式を挙げる名誉を受けた。ありがとうございます。